皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、今週も始まりましたホットプリントの、番組なんですけれども、まあ今日は、まあ、私一人のように見えるんですけれども、実はもう一人いまして、はい、自己紹介お願いします。こんにちは、ホットプリント荒垣です。はい、まあ、先輩にはなるんですけれども、なぜかタメ口っていうところでちょっと後から怒られるんじゃないかなと思いつつも、まあ、進めていくんですけれども、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日なんですが、今日は、荒垣さんの持ち込み企画ですね、ウェディング特集ということで、お聞きしてます。じゃあちょっと画面変えましょうね。はい、ウェディング特集ということで、はい、ハートで、はい、そうですね、綺麗に、もう私にはちょっと似合わない感じの画面になってしまってますけれども、はい、はい、で、まあ今秋ですか？秋、まあ一般的には秋ですよね。沖縄、まあ沖縄だからなのか、まあ。今ウェディングですか？違います。この6月がウェディングっていうのは、はい、海外がその6月の季節がすごいいいからウェディングなんて、ジューンぐらいとかで、はいはい、6月ってイメージがあるんだけど、実は日本では秋の方が結婚シーズンですね。あ、そうなんですね。詳しいわけじゃないんですけど雨が少なくて、こう天候、やっぱり天気が比較的穏やかっていうところで、秋の方が結婚式シーズンみたいですね。で、実際にあのホットプリントの方でも、こう結婚式関連っていうのは、こう10月から11月にかけて結構多くなってくる感じがありますね。なのでちょっとウェディング特集を今のうちしようかなと思います。そうですね、今からだったらまだ間に合うっていうことですね。間に合いますね。そうですね、私もまだ全然そこら辺わからないので、ぜひ今日勉強してまた自分の時に活かせるように。自分の時、まあまあ、まあまあ、まあ、特集でいろいろと出してきていただけるようなので、ちょっと先進めましょうね。で、一番最初に、出てくるのが、はい、ありがとうございます、消していただいて、はい、これは何ですか？これはウェルカムボードですね。おー、はいはいはい。で、まあ、一番地で多いの、注文が多いのはウェルカムボードですね。へー、うん。普通に、まあ、ポスターで紙で大きな紙出してもらったり、あとはですね、後ろにこうパネルを貼り込んで、はいはい、パネル仕立てにすることもできるので、結構ちゃんとしたウェルカムボードを作成することができます。これも後ろパネルで貼ってるのかな、多分ちょっと。これはこちらで作ったデータなんですか？これはですね、持ち込みですね。お客さんの方から持ち込みですね。大体は、まあ、こういうウェルカムボードは持ち込みの画像というか、デザインで送ることが多いですね。うん、これもまた、まあ、のりひろさんですかね。そこそこもどこが。なんか気になるんじゃないですか。どなたかなっていう。似顔絵、そうですね。誰か友達かなんかが描いたり、似顔絵だったりとか。いいですね、友達が書いたっていうところもまたいいですね。そういうのが多いかなと思います。あともう一つ画像があるみたいですね。おー、これも同じですね、ウェルカムボードで、これもそうですね、パネルになっていますね。で、このサイズ、どれくらいのサイズとよく分かんないんだけど、ですね、結構これ普通の A4 サイズの小さいものから、まあ、A0 サイズっていう、こう大体 1×1メートルぐらいのものまでちょっと作成できるので、大きなもの、かなり大きいものまでいけるってことですね。そうですね、この間もすごい大きなもの 1×1 ぐらいのを作った方いましたよ。あ、うん、ですね、いろいろこうサイズも選べるので、うん、なかなかいいものだと思います。そうですね、実際あまり私結婚式自体にも参加があんまりなくて、こういうウェルカムボードっていうのも初めて見るんですけれども、実際これはもう本人がということですか、ね、それとも先ほど言ったようにお友達がとか、うん、お友達がプレゼントでっていうのが今は多いんじゃないかなと思いますね。あ、うん、
実際じゃあこのパネルにして、まあこれ今空いてるスペースとかがあるから、ここになんか寄せ書きみたいなの書いてプレゼントとかっていうことですかね。できると思いますよ、まあ、それだったらまあかなりいいプレゼントになりますね、で、次にあ、まだありますね、一応ちょっとウェルカムボードですね。これまたこれ何かに立てられてるんですか。これはですね、あの額縁の中に入れてるんだけど、入れてるんですけど、あの実際後ろの紙の部分に、まあ、普通の印刷物で、はいはい、この額縁の表部分に、表部分というかガラス部分に、はい、こう車に貼るようなカッティングシート、あ、だから立体的に見える感じなんですかね。そう、でそれで作って、カッティングを貼ってやってます。そうそう、実はこう自分の友達に作ったものなんですけど、でも結構荒木さん自体が、はいはい、作ってデザインして、これ友達のこの写真をシルエットにして、それを傾きにして作ってるんですね。あ、写真から傾きすることも可能なんですね。うん、思ったほどこう難しくないもので、シンプル、簡単にできて割とかっこよくできるんじゃないかなと思います。ウェディングにも関係なくてもあれですね、カッティング上から貼って中に写真入れたりとかしても、全然自分用でもなんかいいかもしれないですね。まあ女性の方が多いかなと思うんですけど。こんなものもできるっていうことでちょっと紹介させてもらってます、じゃあ次行きましょうね、おっと、これはまたこれはですね、これはあのかなり大きいものですかね。これそうですね、 1×2 もったのかな、くらいだと思うんです。これはあのターポリンって言って、あの垂れ幕っていうか横断幕、横断幕ですね、に使ってるものに印刷をしてるんですね。これ自身はこう後ろにこうなんていうのかな、立てかけるようなバナーって言うんですけど、スタンドですかね、スタンドをもセットで作ってるんですね。お、それもセットでこちらで扱ってる。このちょっとごめんなさい、この大きさはうちであるかどうかちょっと微妙なんですけど、サイズこの、まあ、そこはぜひもう問い合わせていただいて、ね、はい、はい、まあこういうのもできますっていうことで、さっきのポスターサイズだったら1メートル1メートルでが最高ぐらいなので、これだったら割とどこまでも大きくできるので、それはそれで面白いものができるんじゃないかなと思います。いいですね。じゃあ次が、次の、まあ、これは？これはプログラムですね。これもお客さんからのデータ持ち込みで、こちら印刷だけなんですけども、表はこうプログラムと逆転と。あ、これ裏面ですか、この白い部分。裏面は石、ちょっと今ぼかし、ちょっと名前とか入ってるんでぼかしてるんですけど。ああ、そうですよね。なんで、あの後ろは石、石、なんていうの、石番号、なんていうの、座席表、座席表ですかね。座席表になっています。はい、そうそう、こういうのもやはり、で次のも多分同じような感じの、ああ、そうですね。うん、同じようなタイプですね。これは2つ折りですか？これは一応2つ折りになってるんだけど、表はこの写真が入ってて、裏というか中側が石、石表になってるタイプですね。うん、っていうのもちょっと多いですね、プログラム。ちょっと今、多分これで前半が終わるのかなので、ああそうですね、もう時間もかなり来てますね。じゃあ前半戦ここで終了して、また残りは後半戦でご紹介したいと思います。それでは後ほど。
はい、まあ引き続きになるんですけれども後半戦ですね、始めていきたいと思います。今更なんですけれども私の自己紹介してないですねでも何度も、はい、はい、後半戦始まりました。まあ司会というか務めるのは曽根です。はい、はい、サクサクっといきましょうね。はい、はいはい、まあ、引き続きウェディング特集なんですけれども、次はこの画像ですね。また私消していただいていいですかね。はい、ありがとうございます。これ見えますかね。見づらいですね。うん、ちょっと見づらくなってしまいましたね。これが、招待状、招待状です ね、うん、まあ、通常によくあるタイプの 白い招待状を書きたいけど、これ、2つ折りのタイプの招待状ですね。ああ、じゃあこの形だと大体、上下で折られるんですかね。そう、うん、これはそうですね、うん、このタイプはそうです。まあ、どっちでも使えますいません。縦でやるところもあるので、うん、これは横書きの上下で2つのタイプ、うん、で結構こうシンプルなんですけど。そうですね、うん、これはこっちの印刷はシンプルで、あとお客様の方、お客様の方というか注文してくださったお客さんの方でシール貼ったりとか、スタンプ貼ったりとか、こうデコレーションをするということで、うん、ちょっと出来上がったのを本当は見たかったんですけど、あ、そういうのもなんか楽しくていいんじゃないかなと思います。うん、こっちはシンプルな方で、もう一枚あるんですかね。お、こっちがまあよくあるというか、ドソックスの、オーソドックスタイプで、はい、はい、で、そうそうそう、おなんか後ろにことぶきって透かしで入ってて、結婚式っていう感じの、うん、上の、ご案内がキラキラしてますね、うん、そうそう、これがですね、うん、金のプリントになってるんですけど、お実はですね、ちょっと普通こっちの金のプリントは通常はちょっとやってないので。あ、うちでやってないんですか。うちで、そうですね、うちでやってないというか特注になるので、あ、まあ、こういう金のものをしたいという場合はちょっと注意してもらった方がいいかな。ちょっと早めに多分注文していただかないとちょっと時間かかってしまうので、ちょっと早めにじゃあご依頼はいただきたいということですね。お願いします。はい、じゃあ次いきます。おっと、ちょっと舞台幕、これはですね、都市 BY って書いてるんですけど、ですね、本当は都市 BY 用なんですけど、まあ、ちょっと置いてあるんで分かりにくい、舞台で使うような幕ですね。あ、うん、はいはい、舞台の後ろの方に宿なりなりみたいな、うん、できてますね。なんか、うん、沖縄で結婚式って言ってやっぱり余興じゃないですか。ああ、そうですね、余興ですね。それで、うん、舞台にやっぱり使うことが多いので、うん、こういうのを作る方もいらっしゃいます。これ実際、まあ、サイズ的には通常結構長いですよね。結構長くできますね。これも3メートルとか、まあ、5メートルぐらいまで作れますね。あ、うん、でこっちは横断幕と違って、うん、紙タイプでちょっとまあ短期用な、うちかと室内用ですね、あ、うん、のやつなんで、まあ、結婚式 その舞台幕とかにはいいんじゃないかな。うん、そうですね。じゃあ、まあ、通常の、まあ、タポリンとかテント生地よりかはちょっと安めにはなるけど、うん、まあ、かなり目立つってことですよね。そうですね、大きくできるってことで、うん、内容次第で目立つようなものもできます。実際今これ、ま、幕で今白地に、まあ、赤い文字と黒なんですけど、うん、これ実際写真とかカラーもできたり、写真カラーはできるんですけど、写真はですね、一応できるけどあんまりやったことがないですね。実際こういうのは文字ばっか、うん、文字がほとんどですね。ちょっとまあ幼稚園とかあんなところの入所式とか、うん、あんなのもまってもいいかなってちょっと思ったので、イラストとかは入れられますよ。あ、そういうのであれば、まあ、そういう場でも使っていただけるんじゃないかなということで、うんうん、いいですね、うん、はい、じゃあ次行きましょうね。お、なんか立ってますけど、そうです、これはですね、実はあんまり需要はないんですけど、これは自分の友達、自分も友達用に作ったもので席札ですね、うん、あ、うん、こう各々の席に名前を書いてあるやつ、名前
ていうのが楽だというか、通常なんかその席のまあ皿とかの上にポンって置いてあるやつですね。そうですね、うん、ですね、そういうのちょっと依頼されて作ったものなんで、うん、うん、そうですね。で、まあこれと同じ次のものを多分次のベッドですけど、同じように作ったのがこう引き出物用の今度名前が入ったやつ、ね、ああ、はいはいはい、こう、まあさっきのものなんだけど、まあ、デザインとかも合わせられたりとか、うん、好きなものを自分でこういう風に作ってくれっていうのが、もしオリジナルがあるんだったら、全然作りたいんだったらこういうのもできますので、うんうん、結構全部セットでやって統一感を持たせても、うん、そういうのでもいいかなと、まあ、オリジナルって感じでいいと思うんですけどね、うん、次ですね、とこれはこれははがき、あ、ごめんなさい、はがきですねごめんなさい、結婚式のお知らせ用のハガキですね。うん、うん、まあ招待状に近いような、招待状も、うん、もあるんだけど、あるんですけどあの終わった後にこう結婚し来れなかった方に結婚しましたっていう、あ、ハガキです、はいはいはい、どっちかっていうと、これも、あ、これもかっこいい感じですね。そうですね、これもデータ入稿なんですけど、これは招待状の一つですね。うん、うん、そういうものをいろいろ作ってます。こういうのも二次会とかの、まあ、うん、そうですね、招待もいいですね。うん、はい、それがちょっと時間もなくなってきたので、早速と進めていきましょう。ちょっともう後からは、これからはちょっと変わり種で、お、はい、こう、上りなんですけど、これお客様自身というか、結構新郎新婦の方が多分頼まれたんですけど、うん、これ何に使うかちょっと聞いてなかったんですよね。ウェルカムボードとして使うのか、それともシングルシップが持って歩くのか、よくわかんないんですけど、なんか余興で使いそうな感じはしますけど、ちょっと面白いなと思って、うん、面白いですね、うん、こういうのも作れます、うん、次で、次がこれシールですか。これはシールですね。あ、うん、で、これは友達の方が記念品のために作ったもので、うん、オリジナルのシールですね。うん、これを何に使うかっていうと、次、衣装品、これに貼ってオリジナルのラベルを作ってます。なんかザ・沖縄っていう感じですね。これもいいなって思ったんですよね、すごく。そうですね、うん、まあ、結婚される自分たちでもこれ持っとけば、後々、まあ、金婚式でしたっけ、銀婚式でしたっけ、なんかろうそくとかありますよね。あ、はいはいはい、あ、まあまあまあ、まあ、あんまりそういうの分かんないんで。そうですね、ちょっと面白いなと思って、うん、面白いですね。まあ、こんな風に、まあ、アイディア次第ではこういろんなものは作ることができるんで、うん、まあ、一度 まあ、こちらで作ったことないものでもオリジナル商品とか作りたい方というのはこうお店の方に問い合わせていただければ。そうですね、ぜひぜひ、いろいろ考えたいと思います。はい、はい、ちなみに、まあ、先ほどハガキとかでまあデータ入稿 という話もあったんですけど、なんかこっちでお願いしたいっていうこと以外で、あのどっかにお願いしてて、まあ、それをまあ印刷とかだけお願いしたいとか、そういった依頼も受けてるんですかね。受けてます、もちろん受けてます、うん、ですね、その際ちょっとまあ注意事項がいくつかあるんですけど、ちょっと近くないのでっと、まあ、入稿の際とか問い合わせていただければいいのかなと思います。お問い合わせいただきましょうか。すいません、いえいえ、ちょっと端折ってます、はい、じゃあちょっと、まあ、今お問い合わせくださいということでありましたので、お問い合わせ先ですね、ちょっと今お伝えしようかなと思います。はい、ホットプリントですね、電話番号が098-860-0009 番、860-0009 番ですね。で、フリーダイヤルもありまして、フリーダイヤルが0120-454-433、ですね、パイプラインから新都心の三栄さん向けに行くと、通り沿いですね、左手に、味自慢さんが見えてきますので、その隣の7階建ての青と白のビルが、うちの、そのビルの1階に、うちの事務所がありますので、ぜひぜひ、まあ、気になった方いらっしゃればお問い合わせ、もしくはご来店いただければと思います。と、まあこんな感じですか。はい、はい、まあ、かなり、後半
ちょっと急ぎました急ぎまくったんですけれどもはい、はい、じゃあぜひ皆さんご来店いただきたいということで今日はここで締めたいと思います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。